扉が閉まる前に通り抜けるのか。ゼムナス。早速使わせていただこう。また賭けをしよう。ルールは簡単。ここに巻いたカードから私を見つけて倒せば君の勝ちだ。王様、すぐ助ける。消えない。それ素晴らしい。たっやそれくらえ。逆転それいいぞ。よったっついっやっゲームは止まらないだい。やはり君は勝負師に向いている。これはジョーカー、勝負の切り札になる。取っておくといい。賭けの取り分だ。今度会った時は人間として勝負だ。次のゲームを楽しみにしておこう。
ありがとう。人間に戻るだけだ。ずいぶん生意気な口聞くようになったじゃない。私はね、あんたたちに負けたことが気に入らないの。でも、うん、まあいいわ。あんなじいさんの器になるのもゾッとするし。だったらなぜ。あいつに付き合ってやっただけだよ。あいつ？秘密。それは笑ってるふりじゃないよな。ああ、久しぶりに自らに心を感じている。そうか、よかった。私が何者で何のためにこの世界に存在するのか、ようやく取り戻せそうだ。感謝するよ、ソーラ。僕はゼムナスを追う。ソラはみんなのところに。うん。うん。
く。ストラ、過ぎ去りし思い出となる。ストレッチ、タッグラー、タッグラー、やめろ。さあ、順番が詰まってる。もたもたするな。キーブレードが使えないとダメか。お前がキーブレードだって。ああ、その資格はある。どういうことだ。じいさんから受け継ぐ約束になってた。それでこれまで協力してきたって話。お前に扱えるものじゃない。どうかな。あっ。
められない。終わらせてやる。最なんだ。お前はアンセムに乗っ取られた時の俺じゃないのか。その時のリクは今のお前じゃないか。あれは俺だ。やっぱりな、この体はレプリカだ。俺はこの時を待っていた。新たな器を手に入れる時を。何やってるんだ。復活するんじゃないのか。俺はもういい。お前がいる。まだ助けないといけない子がいるだろう。その器を使え。お前、ナミネのために。頼んだぞ。ナミネの器って言ってたよな。ああ、すぐにでも届けたいけど今は。そうだな。俺はアンセムを追う。分かった。俺はみんなのところへ。遅かったじゃねえか。気を照らせ。行かせ。それ、うらえ。
今までお前には裏切り者の始末をさせていた。だがそのお前が裏切ったのなら、リーダーである私が始末しなければな。そりゃわざわざご足労だな。でももうあんたは俺のリーダーじゃない。ああ、お前は奪われたチェスの子がボード上から退場したそうだ。もう何の役に立たない。悪いが、俺はこれでも人気者でな。みんながまだ俺を頼りにしてるんだ。そうか、フェードアウトはできねえ。記憶したか。付け焼き刃のキーブレードなど素手で十分だ。お前という想定外によって我らの計画は何度か狂わされた。最後はせめてその光に染めた心を闇に捧げろ。お前も裏切るのか。命を奪えば目的は果たせない。必要なのはぶつかり合う光と闇の心。魂は必要。そうか、お前たちも親友だったな。ならばお前が命を奪え。お前誰なんだ。もうやめよう。君は もうやめろって。もういいんだよ。しよう。使えない人形だ。シュン。キーブレードを失ったお前にまだ光の守護者としての資格があるのか。
所詮代役は後回しでいい。親友に触るな。なぜお前が。ロクサス。交代だ。ロクサス。体はどうした。お前には器はないか。お前たちと同じだ。なんだと。お前たちの多くのメンバーはこの世界の過去から心だけを移動させている。この時間に用意した完璧な器、レプリカの中にな。なぜそれを。俺をこの世界に戻すために多くの人が力を貸してくれた。賢者アンセム、ゼクシオン。彼らだけじゃない。お前は誰からも心からは信頼されていなかった。心か。俺がこの世界に戻るためには最後にどうしても必要なものがあった。それはつながりだ。空が俺をこの世界につなげてくれた。親友たちのもとへ。待ってた。ならばその心を最後の舞台を散らしてやろう。カイリ、ソラ。光の欠落はお前が埋めるがいい。そこに転がる闇の欠落もスペアはある。アクセルは休んでて、あなたの代わりはロクサスが、私はカイリーの代わりに戦う。まあ、キーブレードに関しちゃお前らが先輩か。うん。行くぞ。なんだその顔は。ったく、いいように操られてんじゃねえよ。もうおまじないは必要ないんじゃないのか。ああ。だったらそんな顔するな。お前こそもう無理はやめろよ。ずっとあの子を探してたんだろ。そうかもな。俺は奴らの味方になってまで真面目に探してるのに、
お前は忘れたかのように他の友達を作り、楽しそうに過ごし始めた。そんなお前に苛立ちしか感じなくなった。目的が遠ざかった感じがしていた。忘れたことはない。ああ、分かってる。お前はそんなやつじゃない。多分羨ましかったんだ。素直だな。こんな恥ずかしいこと人間に戻ってからは言えないからな。またな、アイさん。またな、リアン。帰りを追って先に進め。ああ、じゃあ行くよ。あとは頼んだ。さてどうするか。アイス買ってくれよかったな。諦めろ。受けてみろ。邪魔だ。お見事。
始まりだ。決して砕け、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 闇に沈めろ。俺はベントゥスの欠落した存在。お前はそんなベントゥスの心を補った。だから俺はお前から姿を補わさせてもらった。俺はベントゥス、ソラ、二人によって形作られた。俺たちは欠落を補い合っている兄弟なんだよ。そう思うならなぜ敵対するんだ？協力し合えばいいだろう。それが俺の生まれた意味だ。俺が闇だからこそお前たちは光として存在できる。協力し合えているじゃないか。そんなこと、そんなことは頼んでない。どっちが光だとか、どっちが闇だとか、そんなことは分ける必要はない。俺は俺、お前はお前、自由に生きればいい。自由？ああ、自由に生きているさ。こうしてな。闇に囚われていることが自由なのか？それが俺の選んだ生き方だ。そうか、それでいいのか、バニタス。断ち切れない絆だから。自らの無力さを思い知れ。やめろってな。やめてくれ。お別れだ。
やめろ！テラ、俺が助けるよ。ずっとつながりを絶やさずにいてくれたおかげだ。よかった。ベンの声が聞こえた。やっぱりお前が俺を助けてくれたんだ。ありがとう。二人はすぐには戦えない。テラ、二人を頼む。ダメだ、ソラ。俺も行くよ。今無理をしても、かえって仲間が危険だ。そういう相手だ。ソラ、お願い。私たちは後から追うわ。うん。ああ、任せといて。リク、王様。ソラ、遅いぞ。悪い。ゼムナス、カイリはどこだ。カイリがどうかしたのか。ゼムナスに連れ去られた。落ち着け、少年。ソラだ。13の闇と7つの光は衝突によってここに9つの鍵が揃った。鍵？残る鍵は4つ。これから最後の4つの鍵を生み出すこととなる。結局13人全員と戦わなければ鍵は揃わないだろう。何のためにプリンセスを捕らえたと思っている。カイリ、キングダムハーツが出現してもお前たち4人を倒し扉をすぐ閉じてしまえばいい。そうだな、そうかもしれん。
お前たちが無事ならばな。やめに帰れ。行く。アクスター。アクスター。ウィン。おかしい。言ったはずだ。大きな代償を払うことになると。だから代償ってなんだよ。俺は元の世界に戻り、未来へと進む。だがソラ、お前は違う。お前の旅は終わる。はあ？さようならソラ。お前は。この世界から。Yeah!
今のお前には心があるんだろ。何を感じてる。これでよかったのか。そうだな。私は仲間も得たが、彼らを捨て駒にもした。結局残ったものは孤独。長い時間忘れていた感情がやっと戻ったと思えば、それは寂しさだった。こんな感情ならやはり必要なかったな。それが人間だよ、ゼムナス。そっか、人間か。人間は強い。アンセム、これで俺とお前の旅も終わる。不思議なもんだな、なんだか寂しさを感じる。お前は闇さえ包む強さを持っている。もう負けていたようなものだ。少し悪あがきも考えてみたが、我々の仲間に裏切り者がいると知っても、正直どうでもいいと思っている自分に気づいた。アンセム、さあ行くがいい少年よ。お前たちはまだ探求の旅を続けるのだ。
これでいよいよ12本。最後の一振りだ。さあ、ソラ。光と闇の最後の衝突だ。カイリー！きっかけを与えよう。キーブレード戦争の続きを。おお、これぞ真のキーブレード。さあ、真のキングダムハーツよ、我にまだ見ぬ世界の真理を。やっぱり三人で一人前がいいよね。ドナルド、グーフィー、もっと僕の愛は望みなんだ。あれ、それは落ち込んでないで、マスターゼアノート止めなきゃ。ああ、でももうキングダムハーツは開かれた。カイリだってらしくないな。みんな遅くなって悪かった。お互いいろいろ説明がややこしくてな。マスターゼアノート、キングダムハーツを開いてるのね。どうすればいい？一つだけ可能性がある。王様、レク、大丈夫なのか？心配ないよ。ああ、可能性って？承認試験の時、ゼアノートは自らがポータルの存在になったことを告白したはず。それを使えば場所も時間も超えられるはずだ。うん、でも危険な戦いになる。アクア、リク、僕ら三人でゼアノートをこの世界から引き離そう。わかりました。
待って、俺が行く。ソラ、一番まずいのはキングダムハーツだろ。ゼアノートは俺に任せて、みんなは扉を押さえてよ。わかったよ、ソラ。任せて。僕たちも数字を入れろ。キーブレード使えないからここで役に立てないしね。3人で1人前だからな。みんな急ごう、闇が広がっている。ソラ、君は帰りは大丈夫だよ。心を感じる。ありがとう。行くぞ。